三島喫茶室です。今日は第3回ですね、笠原工業の文化遺産とまちづくりということでお話ししたいと思います。今日ご出席していただいた方が、小諸町並み研究会の副理事長さんの掛川俊夫さんですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして建築家の清水邦俊さん。清水です。よろしくお願いします。久保田建設社長さんの久保田秀則さん。はい、はい、よろしくお願いいたします。久保田です。私がサントウェダプロジェクトの伊沢由里です。よろしくお願いします。簡単にまず自己紹介からお願いしたいんですが、小諸から来た掛川です。今小諸に本町町屋館っていうよくわからない施設を預けられて、今年で10年、来年の7月で10年過ぎようとしていまして、近々30万人ぐらいの人がおしっこ回りに来たり散歩に来たりイベントに来たりというような感じで、まあ来週の火曜日か水曜日ぐらいに達成できるかなという時点でここへ参加させていただいてます。で本町の町屋館もやっぱり笠原亭というやつでいろいろ審議いただいておりました。よろしくお願いします。何か言えないと思います。よろしくお願いします。清水さん、ですね、清水建築工房の清水です。普通は設計事務所をやっておりまして、県産材とかですね、地域の、木を使って、いい住宅を作れないかなということを、いつも考えてまして、その時に長野県にはですね、板倉工法というのが、昔からありまして、これも現代に使えないかなというようなことで興味を持って仕事してましたら、たまたま笠原工業さんの眉村を見学させていただくことになりましてね、その時に入ってみて驚いたのが、なんだこの倉庫は板倉じゃないかということで、わこんなに大きな規模のものでね、明治の頃のいいものはまだ残ってるんだなというのでびっくりしまして、それからぜひこういうものは保存していって、遺産としてね、建築遺産でもあるから保存していってもらいたいなというようなところからちょっと関わり持ちまして、いろいろとお手伝いさせていただいてます。よろしくお願いします。はい、久保田建設の久保田と申します。よろしくお願いします。私たまたまお声掛けいただいたのがたまたま今年というか去年から今年にかけてなんですが、絹の町保存会っていう会をたまたま立ち上がった中に、5つの委員会が小委員会ですけどね出来上がりまして、その中で、たまたま文化遺産利用計画検討委員会っていう覚えられないくらい長い名前をいただきまして、で前川先生ともぜひ私とこの委員会に出席していただいて、活動をね共にしたいなということでお願いをして、ずっと先生にも来ていただいたりしながら、そんなご縁で今日お声掛けいただいたのかなと思ってるんですが、日頃仕事は名前の通り建設会社をやっておりまして、主に清水さん今県産材という話で、私も国産材の関係で、私一人で出したわけじゃないんですが本を書いて出しまして、その中の一つ、いくつかちょっと書かせてもらったんですが、日本の山の木で家を作るっていう、活動ですね、こういう活動の本を作ったり、またちょっとご縁あって外国の北欧のノルウェーを行ってですね、ノルウェーの家をやったりとかですね、それから最近はですね、
最近あのちょっと同じヨーロッパでもあのこういうちょっと田舎町とかでも、ね、うんうんまあ、こういうものをこう考えてやったりとかですね、まあ、勝手なことをやってるということなんですがそんなあのことの日頃やってることで、まあ、たまたま、この絹つながりの部分でだいぶあの今あの熱くこう先生に語っていただきながらあの勉強させていただいてちょっとハマりつつあるなというそんな感じで、おりますんであのちょっとバチ違いだなと思われるかもしれませんけどまたよろしく今日はお願いいたします。お願いします。私はですねあのいろんなあの NPO とかあの里山整備とかあの顔出してたりとかしてこう、まあ、いろいろ面白くやってたんですけどもあのヨーロッパ旅行なんか行くとすごく景観が綺麗であの日本ってどうしてこんなになんかこうぐちゃぐちゃして気持ち悪いっていうか、ね、そういうところがある感じたんですよね。うん、でもこういう笠原さんのねあの5階建ての蔵のところなんか見るとすごく景観が綺麗です。ですごく気持ちも落ち着くしで昔のねあの養蚕なんかやってたお宅なんか見たりするとなんだか落ち着いたりするっていうのは不思議だなっていうのがあってあの上田のこういろんなそういう活動してるグループの素敵会さんとか、まあ、柳町もそうなんですけどそういうところにこうあそういう残す活動ってやっぱり素敵だなっていうのをねだんだん思ってきて、こういうあのそれでサントの歴史もこう聞いていくうちにやっぱり一緒なんですけどハマってきまして活動に参加させていただいてますけれども。